私の名前はミカ、26歳でシングルマザー。もうすぐ2歳になる子供の子育てに奮闘する毎日だけど、やっぱり自分の子供はすごく可愛くて幸せな日々を送っている。ある日子供と遊んでいると LINE が入った。元旦那からだった。元旦那との結婚生活で私は精神的にボロボロになって別れた。今でもその記憶はもちろん消えることはないので、久しぶりに見るその名前にドキッとした。今更何の用だろう。久しぶり、元気か？何ですか？そんな他人行儀になるなよ。あなたとはもう他人です。そんなこと言うなよ。だから用事は何なんですか？いや、あのさ、もう養育費払えないから。は？意味がわかりません。俺結婚するんだよ。あなたが結婚するのは自由ですが、それと養育費は全く関係ありません。そんなこと言うなよ。そしたら俺の嫁さんがかわいそうだろ。知りません。父親としての責任は果たしてもらわないと困ります。そんなこと言ってられなくなるぞ。は？ちょっと彼女から電話入ったからまた LINE する。ただでさえ嫌いな旦那から LINE が来るのは苦痛なのに、養育費を払わないなんて厄介な話をされて、なんだかどっと疲れた。それになんか気になること言ってたな。30分後、また青から LINE が来た。悪い悪い、あっちのお父さんに気に入られてるからさ、ご飯食べようっていう誘いだったよ。どうでもいいです。養育費はしっかり払ってください。それだけです。だから嫁さんがかわいそうって言ってるじゃん。知りません。この写真見てもそんなこと言ってられる。私は送られてきた写真を見て驚いた。これってカナじゃないの？そうだよ、そいつが俺の再婚相手。お前と別れたから合コン行ったら、たまたまお前の会社の子がいてさ、それが出会いなんだけど、お前からよく会社の行事の写真とか見せてもらっただろ。それで可愛い子だなって思ってたから、会った時すぐミカの後輩だと分かったよ。運命感じちゃったよな。まさかこうして出会うなんて。それで意気投合して付き合って結婚することになったんだよ。嘘。カナは私の会社の後輩で、私が今一番可愛がってる子だった。まさかカナがあいつの再婚相手だなんて。だからカナのことをかわいそうと思うなら、金の請求なんてやめてくれ。ということで養育費は払わないから。そんなの許されるわけないでしょ。私はいても立ってもいられず、直接カナに LINE で聞いた。今大丈夫？先輩どうしたんですか？カナ結婚するの？え、なんで知ってるんですか？聞いたからさ。え、誰にです？まだ誰にも話してないけど。あんたの彼氏。なんで私の彼氏を先輩が知ってるんですか？あんた、あいつから何も聞いてないの？なんですかその言い方。どういう関係なんですか？あいつ何も言わないで結婚しようとしてるんだな。私は呆れてしまった。何も知らないカナに真実を告げるのも残酷な気がしたけど、結婚してから分かるよりはいいでしょう。私はカナに本当のことを伝えることにした。あいつ一度結婚してたの知ってる？え？結婚？何の話ですか？あいつバツイチだよ。え？そして私の元旦那。え？何も聞かされてないです。そういうやつなんだよ。正直結婚はやめた方がいいと思う。結婚してる間私がどんな状態だったか知ってるでしょ。でも改心していい人になってるかもしれないじゃないですか。少なくとも私の前ではすごくいい人ですよ。それあいつの手口なんだよね。私があいつに今までどんなことされてきたか教えようか。私はカナに結婚生活中に元旦那からされたことをすべて打ち明けた。結婚してから豹変し、元旦那のひどい仕打ちが原因で私が精神的に追い詰められていたこと、そして隠れて借金をしていた上に浮気されて出て行かれたこともすべて話した。
一番問題なのは金遣いの荒さ。私は結婚期間中はその借金を返すのに必死だったよ。そんな。それでも結婚したい？でも私の前では。すみません、先輩のことを信じてないわけじゃないんです。だけど彼がそんな人だとはどうしても思えなくて。カナはとてもまっすぐな子で、だからこそ私はとても可愛がっていた。そんな素直ないい子をとことん騙してるんだと思ったら、元旦那のことを許せなくなってきた。カナ、じゃあ試してみない？カナの言う通り、もしかして変わってるかもしれない。そしたら結婚すればいいし、もし変わっていないようであれば結婚は絶対やめた方がいい。絶対に苦労する。試すってどうやって？私に考えがあるから任せて。カナに私の作戦を伝え、二人でその作戦を決行することに決めた。そしてついに作戦決行の日、私は元旦那に LINE した。この間の話だけど。養育費の話だろ、分かってくれたんだな。じゃなくてカナのこと。カナがどうしたの？正直あんたカナみたいな子タイプじゃないでしょ。そんなことないぞ、言っただろ、可愛いなって思ってたって。あんた私と別れる時に言った言葉覚えてる？なんて言ったっけ？お前みたいな地味な女嫌いだ、お前が産んだ子供は可愛いと思えない。あーそうだっけ。今付き合ってるやつはお前と真逆のやつだから、そいつと結婚する。そう言ってあんたは出て行ったんだよ。私があんたの借金を返し終わったタイミングでね。そうだった、借金返してくれて助かったよ。正直カナはタイプ的には物静かな子でしょ。派手な女が好きなあんたがカナに惚れるとは思わないんだけど。そうか。この 2,3 年で女性のタイプが変わったとか。何が言いたいんだよ。じゃあカナのどこに惚れたの？あいつにはお前に持ってない魅力があるんだよ。それはどこ？金だよ。金？同じ会社で働いてるから大体わかるけど、別にそんなに給料をもらってるわけじゃないと思うけど。お前はまだ青いな。目の前のことしか見てないからそうなるんだよ。俺はその先まで見てるんだよ。先？実はあいつ今俺が働いてる会社の取引先の社長さんの娘なんだよ。その社長さんすごい金持ちでさ、カナは一人娘だから遺産は全部あいつに入ってくるんだよね。へえ。しかもその社長結構年いってるから、そんな長くないと思うんだよね。もし万が一があれば財産は手に入るし、会社も俺が継げる。一石二鳥どころか三鳥にも四鳥にもなる。すごくない？あんたの考えそうなことだよね。で、財産が手に入ったらカナのこと私みたいに捨てるの？まあそん時になってみないとわからないけど。あんたもしかしてもうカナの他に付き合ってる人いるんじゃないの？まあな、俺モテるんだよな。やっぱり私の予想通り。カナに言うなよ。その代わり財産入ったら養育費としてお前にも少しやるからさ。いらない。あっそ、どっちにしても内緒にしとけよ。内緒は無理でしょう。ふざけんなよ、お前だから喋ったんだぞ。絶対に言うなよ。私は言わないよ。あんたが自分で暴露してるだけ。どういうこと？ということでした。カナ、そしてご両親どうしますか？ひどすぎます。え、カナ、なんで？今、カナの家にいるの。何？カナ、本心じゃないぞ。この女の話に合わせてやっただけだよ。カナ、これで私の言ってることが分かってくれた？はい、父のお金目当てだったなんて。ましてや、結婚前から浮気相手もいるなんて。だから嘘だって。それにお父さん、俺たちの結婚楽しみにしてるぞ。俺のことも気に入ってくれてるし。なんて言ってますけど、お父さん気に入ってらっしゃるんですか？え、今までのやり取りは全て見せてもらった。今回の結婚話はなかったことにしてもらう。カナもそれで納得してるから。それと君との会社の取引だが、
検討させてもらう。今後私に顔を見せるな。お父さん、ちょっと待ってください。カナの父は青との声に振り向くこともなく部屋を出て行った。ま、自業自得だね。改心してカナと結婚するって言うなら応援するつもりだったけど、全然進歩なかったんだね。今後カナにも私にも近づかないで。私はそう言ってテレビ電話を終えた。カナはさすがにショックを受けていたが、結婚前に分かってよかったと言ってくれた。私の養育費の件は弁護士を立て正式に請求の手続きをした。カナのお父さんが娘を助けてくれたお礼ということで、弁護士を手配して費用まで出してくれることになり、本当にありがたかった。一方前の旦那はカナとの結婚は破談になり、浮気相手からもお金が入らない奴には興味がないと言われ、今は一人になっているそうだ。そしてカナのお父さんの会社との取引も正式に解消になり、会社に大損害を与えたということで遠方に左遷させられた。原因となった一連のことが会社中に知れ渡っているので、左遷先でも肩身が狭いようだ。私は元旦那のことは当然今も許せないけど、少しは仕返しできたし、何より可愛い後輩を守ることができて本当に良かったと思う。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。